はいどうも、坂根ダブルスティックです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、オープニングの仕方がねいつもと違うと思うんですが、カメラマン太郎がいないんで一人で自撮りでオープニングさせてもらってます。今日のねもうねメンバーすごいんですよ。もう MVP いるんで、すごい選手が集まってるんでちょっと紹介したいなと思っております。はい、ということで、まずはですね三菱の福田健二です。ありがとうございます。こんにちは。加藤大地です。お願いします。はい。で、会、あ、会社。杉森俊です。はい、お願いします。このね、4人で今から試合の練習を、ね、やっていきたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。さあそしたらね本編の方を見ていきたいなと思っております。さあ対戦カードなんですけども、ドクター巨頭とシュンで、ケンジと大地っていう風にね、なっております。本来だったらですね、ケンジと大地はまあ実業団選手、もうダブルスでもトップ選手なので本来分かれるべきだったんですけども、もう3試合しようかってことだったので最初はランダムに組みました。でまあドクター巨頭とシュンね、まあ草藤では活躍できている選手なのかなと僕らは思っているので、まあその草藤レベルの人で、まあほとんどプロレベルの相手にねどうやって対戦するのかってとこもお届けしたいなと思っております。さあそうこうしているうちにね、ケンジのサーブあっちゅう間に終わって 0-1 キープされましたね。さあドクター巨頭のサーブ、さあまず最初ですね、あのいつも通りやってたらもうただ単にすっごいいいリターンが返ってくるので、あもっと気引き締めなあかんなと思いましたね。でそこからですね、ファーストボレー返す場所、サーブの打つ場所で、まあ押したり引いたりっていうところをちょっと考えながらサーブ打ちました。さあ 50-40、 ここでねもうサイド変に振るんじゃなくてボディ系をうまく使っていく、とりあえず最初ね。さあここちょっと数少ないドクター巨頭の自己満入ります。さあしっかりボディ系に打っていって、ドクター巨頭このファーストボレーかなりギリギリ攻めていったところ、これねかなりの上級者テクニック入ります。本来だったら前にポンと押す形が多いんですけども、まっすぐ押してしまうとですね、今のだったら絶対手が届いて逆襲食らっている場所なんですね。それに対してちゃんと外回転をかけていく、でそれがねなかなか難しいと思います。まあどっかでまたね動画に1回上げてみたいなと思いますので、その時楽しみに見てください。でゲーム方式なんですけども、デュースになればワンデュースになります。さあちょっとここリプレイごめんなさい、早すぎてねちょっと体感してほしいんですけども、2巡目の時もですねセンターサーブ飛んできますので、あの皆さんちょっと1回ご体感ください。でまあゲーム形式なんですけども、デュースはワンデュースで、1回デュースもう1回続けばノーアドバンテージっていう形でさせてもらいます。さあしっかりキープで進んでいっているところ、さあ旬のサーブ、僕とね、シュンはそこまでサーブがめっちゃ速いわけじゃないので、やっぱね、リターンがうまい相手にはかなり苦戦するのかなと思うんですけども、あとは工夫次第ですねっていうところやね。さあ、第一がしっかり飛び出してきて、15-30。できればやっぱここはね、キープしていきたいところなんですが、もうかなり苦戦してます。まあもちろんなんですけどね。さあ、ここのポイント、ちょっとリプレイ。ケンジのアハンポーズに3人が、っていう感じのごめんなさい、ちょっとねしょうもないことをリプレイしましたけども、3人がキョトーンとしましたね。あのちょっとおもろかったんで、もしあれやったら皆さん巻き戻してみてください。さあここのテクニックちょっと濃いんですが、もう一回リプレイ見てみましょう。どんなテクニックが入ったかの紹介入れます。さあケンジがしっかりついてきたのをドクター巨頭よく反応しました。いいところに落ちてシュンがボレーを返す。さあケンジが立っているのがデッドゾーン、その瞬間この打つ瞬間に下がったのが見えたので、前に落とすんではなくてケンジ側のロングに打って詰まらせるようなイメージを持ちました。でこれね、なんで前に落とさなかったのかって言いますと、前の大地の動きはねかなり良かったので、前は張られてるようなイメージだったので、もうケンジ側に打つしかなかったんですね。であとは何をするのか、前ではなくロング系でセンターもしくはアレーコート側に振っていれば良かったなと思います。さあここでブレイクされたので、
もう早速ブレイクバックしていかないと、大地のサーブはね早すぎて取れないので、もうケンジのサーブもエグいんですけども、こっちで取るしかないと。なのでここはちょっと気合入っております。さあシュンが打ったんですが、ここドグだけど超反応。さあフォーティーラブ、さあワイドサーブでしっかり足入ったんですが、ちょっとイージーミス、もったいない。フォーティーフィティン、さあワイドサーブにちょっと引っかかってしまって、フォーティーサーティン。さあドグだけどどうやって返していく。しっかりとクロス、ちょっと短め。さあしっかりバックでついていって、ボレーミスを誘ってブレイクバック成功と。さあ兄さん、さあここがですね、このゲームはゼガヒでも取っとかないと、もうかなり追い込まれてしまうので、このゲームはサーブね、かなりコース、配球っていうのは考えました。基本的にはやっぱボディ系をメインに考えつつで、まあバックサイドはちょっとセンターとかうまく使いながらっていう形ですね。フォアサイドの場合はもうほとんどボディ系を狙っていきました。さあいい形でボレーして、3-3キープしましたね。さあこれ動画でこの速さなので、あのね皆さんね、コート立ったらね多分反応できないと思います。なかなか速いですよ。さあここでドグタケとリターンの戦略を変えていく。サーブが速いので簡単にミスはしたくないので、ロブでまずはリターンを返していこうと。さあここは第一のナイスボレー。さあ逆にシュンは前に入って反応していってリターン打っていくと。ドグタケとは下がって打たれたのをロブでかわしていく。いいロブが入ってスマッシュミスを誘えたサティオル。さあここは取れない。あの角度に飛んでくるとなかなか取れないですね。しっかり戦略変えていったんですが、もうただ単純にサーブのクオリティが高くてやられてしまった。さあ3-4ドグだけどナイスボレーなんですが、第一のいい、もういいリカバリー。さあ、ラウ15できればやっぱここはですね、キープにもつれ込んでいきたいので、キープキープでもうなんならもう意地でも頑張ってついていきたいところですね。さあここでシュンがいいボレーついたんですが、第一に阻まれる。さあ15-30ボレーで攻めたんですがジャストアウト。さあ15-40食らいついていきたいところ、いいボレー、いいボレーですね今の深い。さあ30-40いいリターン差し込まれてゲームブレイクと。さあケンジのサーブ、ここはもう取らな負けですから、意地でもコートに入れていきたいところですね。さあリターンしっかりととにかく返していく15-all。さあボディ系ついてくる、大地が反応する、シュンがいいストロークを打ってくれる。ここですね、このドグタケトのリターンがこれね、ちょっとまあまずちょっとリプレイ見てほしいんですけども、大地の動き、もうこれはねすごいポテンシャルやなと思いました。この反応からのこのバックハイボレー、これねなかなかできないですよ。結構僕ら衝撃受けました。あのもちろん打てないわけじゃないんですけど、あのスピード感でやっぱあそこに逆クロス側にアングル打つのってなかなか難しいです。さあこれちょっとね、何が起きたのかと言いますと、ケンジが打ってネットに当たってからレッドって言ったんですね。そうなったら今度ボールが今度入ったらレッドなんですけど、出たらアウトなので皆さんご注意ください。ちょっとしたルールですね。さあデュース35。あーラリー戦でここはちょっとイージーミス。さあドグタケトがリターン返していきたいんですが、ここでスーパーミラクルワイドサーブでゲームセットと。でまあ、ドグタケトシュンから3-6で負けと。ありがとうございました。かなりですね、苦戦というよりかは、まあ、胸を借りてね、ドグタケトとシュンが、まあ、実業団選手に立ち向かっていくというような、動画になったんですけども、まあ、まずはですね、やっぱね、ケンジ大地が何がすごかったのかと言いますと、ね、リプレイケンジしてないんですよ。これ何が言いたいのかと言いますと、大地がかなりこう動いていく。ね、まあ、こうボレーだったりとか、角度とか、詰めてとかっていう役割を、やってたんですね。で、ケンジのすごいところっていうのは、もうほぼほぼね、もちろんミスは皆さんするんですけども、ボールがまず浮いてこない。なので、まあ、これからね、ケンジのことは、縁の下の力持ちとね、ちょっと呼びたいなと思っております。まあ、かなりですね、久しぶりに、一緒にテニスをさせてもらって、まあ、やっぱさすがだなと、
感じさせていただきました。あのすっごいやっぱボールに圧力があって、あのボレー一つにしてもリターンするストローク、まあサーブでもそうなんですけども、何にしてもかなり苦しいような印象があったので、まあもう本当にね、まあかなり勉強になったの試合なのかなと僕自身がね思います。でまあやっぱりね、一つやっぱね、ダンダブでは重要なのはやっぱサーブってやっぱね大事やなっていうのは確かに思いましたが、もう一つ重要なのはやっぱリターンですよね。なのでやっぱね、これダンダブでもジョダブでもミックスでもそうですけど、やっぱねファーストタッチめっちゃ大事に皆さんやっていきましょう。あの道具だけともねこれで学んだので、ちょっとリターンの仕方だったりとか攻め方だったりとか、まあファーストサーブの考え方っていうのは少しずつね、変わってきたのかなと思います。またこれはですね違う動画とかでも、まあショット練習とかでもちょっと紹介していきたいなと思いますのでね、その日をお楽しみください。さあいかがでしたでしょうか。今回はですねすっごいハイレベルな試合を見ていただいたんですけども、どうだったでしょうか。少しでもねためになった、楽しかったと思った方はね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしたらねもうそろそろお時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。